こんにちは。サンデーレーシング一口話が、重装の、ポイントを解説する動画です。先週は皐月賞、予告通り見事に、的中できましたね。ジオグリフの話も、前回の動画で、共同通信杯で57キロ、背負った馬は、その後 G1 を勝っているという形で、見事黒三角期待に応えてくれました。3連複的中できました。残念ながらね、キラーアビリティはね、結果的には僕は相手5番目にしたんですけども、予想通りというかですね、やはりたけしジョッキーのメンタル、特にやはり大阪杯で、自分の手で、年度代表馬に導いたエフフォーリアがね、調整ミスとはいえね、あそこまでの大敗をしたことで、やはりメンタルはかなり、見本の関係者からもかなり悪いという部分で、積極的な乗り方ができなかったっていうような感じですよね。はい。さあ、今週は、G1 の谷間ということで、G2 フローラステークスとマイラーズカップがありますね。ここの中では、今回はフローラステークスをピックアップしたいと思います。オークスへのトライアルレースになります。昔はね、5着まで、大昔ですよね、出走権利があったんですけども、途中から3着までと。で、ここ最近はもう2着馬までしか行けないということになりましたので、非常に狭き門なんですけども、そんな中で、今回、社内グループの生産馬が登録馬中15頭のうち11頭が社内グループと。かなり、力が入るレースなんじゃないかなと思います。それもね、やはりその3歳牝馬のクラシック、桜花賞を落としてしまったというのがね、やはり大きいんじゃないかなと思います。ノーザンファーム系のね、サンデーレーシングもね、4頭出しで、全く結果が出なかったということを考えると、やはりここはね、ノーサンファーム系のクラブ馬、明治で来るのは明らかじゃないかなと思います。ただこのレースですね、一番人気が過去10年で3勝してるんですけども、直近で勝てたのが2018年、佐藤ワルキューレのみなんですね。ですから今年もね、昨年は14番人気が2着に入ったりして、波乱の傾向になりましたので、やはり一勝馬は明治で来るのが明らかだと思うので、ここをね、ちょっとピックアップしたいなと思います。そんな中でも人気になりそうなのが、ラスール、それからルージュエヴァイユ、ルージュステリア、この3頭なんじゃないかなと思います。まずラスールなんですけども、シルクレーシングで北サンブラック、イクノイックスと同様北サンブラック3区、社内スタリオンとしてはね、当然北サンブラック、クラシックに出しておきたい、3区じゃないかなと思います。で、今回、ルメール騎手が騎乗ということでね、東京コース2勝ということで、まず上位人気は確実なんじゃないかなと思います。昨年のね、クールキャットみたいにルメールポジション、いわゆる前受けしてくれば、この馬、好勝負できるんじゃないかなと僕は思ってます。ただやはりその前走1勝クラスを勝った時っていうのが結構馬場が重くて、そんな中で結構藤沢厩舎の、引退前の槍っていう部分である意味仕上がってた状態だと思うんで、そこら辺りがね、気になりますよね。ルメール騎手、東京のね、競馬は非常に得意で、
いるので、まあ、修正してくるとは思うんですけども、まあ、ただ今季ね、今年重賞まだルメール騎手勝ってないんですよね。まあ、そういった分、あまりね、過剰に人気になると、ちょっと嫌だなぁと思います。次にルージュエヴァイユ。東京協会所属の東京ホースレーシングのクラブ馬ですよね。まあ、今まではね、ずっと、オス馬、メス馬関係なく、レッドと看護をつけてたんですけども、まあ、ここ数年ですよね。牝馬にはルージュとつけるようになりました。まあ、2戦2勝なんでこちらも人気になると思うんですけども、中山コースしかね、経験してないとか気になるんですよね。で、2走ともそれなりに上がりが結構かかってる競馬なんで、まあ、能力的には高いと思うんですが、まあ、開幕週で、両馬場になると、やはり時計勝負になると思いますので、その点がどうかなという気もしますよね。続いて、ルージュステリア。こちらは関西馬、藤原厩舎ですね。まあ、必然的にね、藤沢厩舎で、両欠馬が入ると、まあ、人気になり、すぎる部分があると思います。ポイントとしてはやはり東京遠征と、まあ、出遅れ癖がある形ですよね。チューリップ賞でも出遅れてしまってますので、まあ、この馬の場合、その白老町のね、車台牧場生産という形で、結構レアなタイプなんですよね。ただ、スローの上がりの勝負っていうのは、ね、強いところを新馬戦で見せてますので、スタートが五分だったら、まあね、福永騎手ですからある程度前付けしてくる可能性が高いと思うので、好勝負もできるんじゃないかなと思いますけども、まあ不安がやはり今挙げた3頭は あるかと思います。私の方でちょっとポイントとなる馬をピックアップすると、やっぱり先ほど言いましたように、前走で1勝クラスを勝ってきた、使われてきた馬っていうのが、ここ10年で7勝2着4回、3着3回と圧倒的なんですね。ですから前走10勝を使ってきてる馬はちょっと割引したいなと思います。まあ、マイシンフォニーとかパーソナルハイ、北サンシュガー、エリカビータ、このあたりは前走重賞なので、やっぱりそれなりに、仕上げてきてたと思うんですけども、まあそこのあたりがどうなるかなっていう部分で、多少ね本命視したい馬ではないかなと思います。まあそんな中で、私の方で今回ピックアップさせていただきたいのが鳳凰バニラ。はい、まあ新興馬主さんの中でも、まあここ最近は非常に、活躍馬が増えてきているおささオーナーですよね。で、前走、まあ、混合戦のね、特別戦、まあ、頭数は少なかったんですけども、まあ、その中で3着。まあ、何かあるというと、まあ、勝ち馬がね、毎日杯も、その後勝ってしまうレベルだったんですよね。で、2着の馬も、アーリントンで4着、まあその前も、重賞で4着してますから、トースポガイだったかな、要注目だと思うんですよね。はい。で、やっぱりここ数年ね、そのおささ兄弟オーナー、かなりのねセレクトセール等でね、高馬も購入してますし、まあ同じ日にね、マイラーズカップが行われまして、こちらはね、鳳凰アマゾンが出ますけども、まあこちら同様ね、やはり、注目してみたいオーナーさんだと思います。で、鳳凰マリラ自体もね、前走先行してしぶとさを発揮してますので、まあ玉砕覚悟でね、逃げるような馬っていうのが今回それほど目立いないので、まあパーソナルハイが行くんでしょうけども、そうするとまあスローのね、上がり勝負になると思うので、
ルメール騎手が早めにポジション取りに来た時には、きつくなるかなと思うんですけども、外枠なんかを引いて、前に出てこれない状況になれば、このホーバニラ、馬券圏内3着ぐらいはね、十分あっていいのかなと思います。あと前走ね、17番人気でね、6着になったパーソナルハイ。逃げられない形でね、7、8番手からインで我慢して、それなりにね、見せ場は作れたと思います。直線ね、ピンハイかな。あの馬に寄られてしまって、ごちゃごちゃごちゃっとなってしまって、ひるんだ部分もあるので、あれがなくても、勝てたとは言いませんけども、もうちょっと上位に来れたんじゃないかなと思います。で、赤松賞ではね、その桜花賞を勝った、スターズ・オン・アースに勝ってます。勝ってないんですね。勝者の2着。今回逃げで吉田豊騎手で来ると思うので、G1 レーシングとすればですね、社大グループの中で、かなり、地利品になってきてる状況です。で、今年も3歳クラシックに関して言うと、不作と言っていい状況だと思いますので、クラブとすればね、この馬にクラシック連続参戦を期待してるんじゃないかなと思いますんで、この馬の逃げもちょっと注目してみたいなと思います。あとはマイホシンフォニーなんですけども、もともとその前回ね、使ったのは、武豊騎手がね、乗れるということで使っただけで、それでもね、1400、距離が足りない中でもね、最後直線、いい足を突っ込んできてます。距離がね、2000メートルに変わり、追走も楽になりますから、前回の内回りのような、後方に置かれるようなことはないんじゃないかなと思いますので、この馬もね、ここで権利を取らないと、オークス出走は難しくなりますので、先週もね、武豊騎手、本命視しましたけども、今週も上位候補には挙げておきたいなと思います。そういうわけで、ホーバニラ、パーソナルハイ、マンシンフォニー、この3頭はね、ちょっと注目してみたいなと思います。では、次週5月1日は、天皇賞春ですので、来週はまた天皇賞春のピックアップをお伝えしたいと思います。それでは今週もどうぞ頑張って